俺の名前は高岡優也。葵、それじゃあ俺から先に書くな。うん、そうして。離婚届にサインし、今まさにバツイチになろうとしている中年男だ。嫁の葵とは高校の同級生、文化祭で同じ係になり意気投合して告白。俺ら付き合わね？うん、付き合う。よくある始まりだけど、二人でいるととにかく楽しくて飽きることがなかった。初めてのクリスマス、葵は照れながらマフラーをくれた。全然うまくないけど。すげえ、手編み？大事にするよ。ずっと葵の隣で過ごした学生時代、就職しても関係は変わらなかった。数年後、葵の好きな花と指輪を用意し、決死のプロポーズ。葵、結婚したころ。え？もちろんイエスよ。噛んだけど結果オーライだ。おめでとう。末永くお幸せに。みんなに祝福されゴールインした。おとぎ話ならこれで大団円だろうが、現実の生活は続く。私、家のことに専念する方がいいよね。悪いな、俺仕事を頑張るから。葵は直人の誕生を機に仕事を辞め、ワンオペ育児の傍ら俺を支えてくれた。でもいつしか家族のためという当初の思いは薄れ。今日直人が保育園でね。疲れてんだ、またにしてくれ。ゆうや、仕事漬けで家には寝に帰るだけ。話もろくに聞かなくなっていた。結婚記念日だけは直人を実家に預け、二人で外食していたが、ああ接待か。10年以上経つし記念日もないよな。悪い、今日無理になった。そう、わかった。俺は安易に仕事を優先させた。深夜帰宅すると、葵はまだ起きていた。ただいま。まだ起きてたのか。もう寝るとこ。普段より少し散らかった家、後ろめたさも手伝い、そっけない葵の態度にイラついた。なんだよその態度、仕事なんだから仕方ないだろ。そうだね。誰のおかげで生活できてんだよ。お前は家にいるだけ。言い過ぎた。そう思った時は全てが遅かった。違う、本心じゃないって謝らないと。だが視線も合わせず出ていく葵を俺は見送ることしかできなかった。一人残され、ソファーの背にかけられたものにふと目に留まる。手編みのマフラー、俺に？昔もらったマフラーは古くなり、ずっとしまい込んでた。あれ、どこやったかな。いたたまれなくなり、テレビをつけると DVD の再生モード。あいつ、これ見てたのか。俺たちの披露宴が映し出される。最後に参列者に向かい宣言する若き日の俺。横で葵が泣いていた。葵を一生幸せにします。我ながら恥ずいことしたもんだ。だがふと我に返り、これがあの頃思い描いていた幸せかと自問自答した。仕事を免罪符に、俺は随分長い間葵と直人をほったらかしてた。好きの反対は嫌いじゃなくて無関心だって言ってたやつがいたな。今の自分に当てはまりすぎて愕然とし、失いかけてるものの大切さに気づいた。その後俺は年度末の異動を前に、残業の少ない部署へ転属願いを出した。もったいないな、考え直す気はないか。すみません。上司には引き止められたが、間違いを繰り返すつもりはなかった。異動が決まった日、シャンパンを買い、俺は久々に定時で家へ帰った。え、もう帰ったの？ああ、ただいま。俺を見て驚く葵。直人はあらかじめ俺の実家に預かってもらっていた。けどいざ向かい合って食事を始めても、これちょっと甘口だったな。そう、実は俺来月異動になるんだ。ふーん。葵の反応は鈍く、会話は一向に弾まない。でもここでくじけたら何も変わらない。今までごめん。家族のためって仕事を言い訳にして何でも許される気になってた。お前らをないがしろにして寂しい思いさせて、ただの自己満だった。これからは俺もっと家にいて家族との時間を増やすよ。だから葵、俺にもう一度やり直すチャンスをくれないか。ゆうや。葵は最初ポカンとしていたが、俺を見て泣き始めた。それからは有言実行あるのみ。ただいま。デザートにケーキ買ってきた。あ、ありがとう。最近学校はどうだ？うん、楽しいよ。最初は3人ともぎこちなかった。でも根気よく粘るうち、パパ、今度の日曜釣り連れてってよ。おお、いいな、行くか。じゃあママお弁当作るね。しばらく経つと、俺たちは家族として再出発することができたと思った。でもそんなある日、葵の留守中に荷物の整理をしていると、スケジュール帳、葵のか、健太って誰だ。
パラパラとページをめくると同じ男の名がところどころに書いてあった。それは俺が仕事漬けだった頃に始まり、異動を境に名前に罰がつきすぐ消えた。葵、俺に隠れて不倫してたのか。俺は瞬時に全てを悟る。葵の裏切りに激しい怒りが湧き上がった。帰宅したら問い詰めてやる。最初はそう思っていたが、ずっと葵を傷つけた俺に責める資格はあるのか。葵、あの結婚記念日の直後、待ち合わせ場所がカフェからホテルに変わっていた。結局俺は手帳を元に戻し、秘密を見なかったことにしたが、悪い、疲れてるみたいだ、もう寝るよ。うん、無理しないで。男心はデリケートなもので、しばらく俺は夫婦生活が営めなくなった。でもこれはきっと報いだ。俺は浮気はしなかった。でも葵を一途に思ってのことじゃない。大切なものを見失ってたあの頃、チャンスがあれば、あるいは俺も葵を責められた義理じゃなかった。でも時間とともに体も回復し、俺は秘密を墓まで持っていくことに決め。早いもんだな、直人も春から社会人か。そうね、寂しくなるわ。穏やかな時間が流れ、就職を機に息子は家を出た。久しぶりの二人だけの夜、俺は葵に思いの丈を伝えた。葵、お前と一緒に歩んでこれて俺いい人生だった。忘れかけてた家族の大切さもお前が思い出させてくれた。けど突然葵は泣き出したんだ。葵をなだめながら嫌な予感がした。私、そんな風に言ってもらう資格ない。どうした、大丈夫だからな。私、昔不倫してた、優也を裏切ってたんだよ。座り込んで号泣する葵。俺は耳を塞ぎたかったけど、葵は続けた。最初、優也のこと相談に乗ってもらってて、あの結婚記念日の後、もう辛くて、すごく後悔して、すぐ会うのをやめた。でも、私、彼と。相手は昔の上司だったらしい。知ってたよ、全部。え？涙に濡れた目が俺を見つめ。そんな。再び嗚咽する葵。俺は無言で震える肩をずっと見つめていた。その後話し合いの末、不本意だったが葵の気持ちを汲み、俺は離婚を承諾した。じゃあ俺から先に書くな。うん、ごめん、そうして。全て覚悟の上での葵の告白には何らかのけじめが必要だったんだ。親たちには文句を言われたが、息子は俺たちの気持ちを尊重してくれた。高校の時、照れながら告白した。クリスマスにもらった手編みのマフラー、満開の桜の下並んで撮った卒業写真、色鮮やかによみがえる思い出。プロポーズで噛んで笑われ、結婚式で幸せにするって絶叫した。葵の妊娠、飛び跳ねて喜んだ。初めて直人を抱いたあの日、震える手で署名しながら、気づけば二人とも泣いていた。翌日、離婚届を提出し、俺と葵は23年で結婚生活にピリオドを打った。おっと、こんな時間か、やべえ、遅刻だ。でも筋を通したからか、俺の中のわだかまりはその後自分でも驚くくらい完全に消えた。葵は家を出てアパート暮らしだが、実は家事をしによく来てくれる。すみません、この花束ください。出会った頃の綺麗なだけの関係じゃない。でもほころび、汚れても絆は切れなかったんだ。情、打算、未練、いや多分どれも違う。再婚するかも、今は。見て、葵、待ったか。ううん、今来たとこ。でもリセット後の関係は予想外に新鮮で、これが俺たちの新たな1年目なんだと思ってる。